人造人間破壊だ。人造人間破壊だ。人造人間破壊だ。は、東映スーパーヒーローフェアの一環として1995年4月15日に公開された特撮映画。A 代はロボマン破壊だ。キャッチコピーは正義も悪もいらないぜ。俺の名は破壊だ。東映特撮ヒーローの生みの親である、原作者の石森翔太郎の生前最後の、 東映特撮ヒーロー作品であり、遺作である。1995年4月15日に公開された、東映スーパーヒーローフェアの作品の一つ。タイトルにある通り、原点の人造人間キカイダーに登場する仇役のロボット、ハカイダーを主人公とした作品である。しかし原点とは、設定が大きく異なり、名前とイメージだけを使用したスピンオフ作品である。 原点のイメージをもとに、正義の味方というよりは、アンチヒーロー、あるいはダークヒーローといった立場で、歪んだ、正義や秩序を破壊するものとして描かれている。これは、劇中で正義を自称するミカエルに対して、破壊ラーが言った、確かに、貴様が正義なら、俺は、悪だ、にも現れている。プロデューサーは、キカイダーでもプロデューサーだった、吉川進。 脚本は機械イダーで前期メインライターであった伊上勝の実施である井上俊樹がそれぞれ起用されている。天宮圭太が監督した仮面ライダーゾや仮面ライダー J とは作風が大きく異なっており、それらのような超人的アクションは皆無に等しくバイクアクションに重きが置かれている。石森章太郎の生前最後における東映特撮ヒーロー作品での遺作でありながら、 キカイダーシリーズのテレビシリーズのリメイクを意識した作品である。本作以前に何度も映画やテレビシリーズなどのハカイダー主演作品の話は出ており、キカイダー大全の3ページには1981年のテレビシリーズ企画用に石の森が描いたカラーイラストが掲載されている。公開翌年の1996年に 劇場未公開シーンと新規追加撮影シーンを加えたディレクターズカット版が公開された。争いのない奇跡の街ジーザスタウンに黒い破壊者破壊ダーが現れた。ゲートを破壊して侵入した破壊ダーは、迎撃に現れた重武装兵を次々と倒していく。その姿を見た反政府ゲリラのカオルは破壊ダーを救世主と考える。 十武装兵との戦いで傷ついたハカイダーはカオルに助けられ、ジーザスタウンが元老院の総督グルジェフに支配されていることを知る。しかし、カオル以外のゲリラは、ハカイダーに興味を示さず、自分たちの欲望のために戦っていた。そのような彼らに対しハカイダーは、お前たちもミニキーと言葉を投げかける。そこへ十武装兵を連れたミカエルが現れ、 ハカイダーとゲリラたちを一掃する。瀕死の重傷を負ったカオルは、ハカイダーと再会し、オアシスへ誘った直後に生きたえる。怒りに燃えるハカイダーは、グルジェフの歪んだ心に支配された偽りの平和を、破壊するべく、元老院へと向かう。絶海の孤島にある監獄に封印に近い形で、遊兵されていた戦闘型人造人間、トレジャーハンターたちが、 監獄に侵入したことで、トレジャーハンターを皆殺しにしつつ、長い眠りから覚醒する。もともとは、ジーザスタウンの治安維持用に、クルジェフに開発されたロボットだったが、いかなる手段を用いても、制御不可能であったために廃棄処分が決定し、処分寸前に数名の科学者によって盗み出され、行方不明となっていた。その後、いかなる経緯で眠りについたかは不明。非戦当時には、 寮と呼ばれる、人間形態に変身する。人間形態では人語を発しないが、戦闘形態では人間の感情を理解しているかのような発言をする。信念を持つ者には思いやりを持って優しく接するが、信念を持たない者には容赦がなく他人の自由を奪う者に対しては、それが自分とは無関係であっても不快感を示す。物語終盤では、カオルに対して、 深い思いやりを見せる。人間形態では食事も可能だが、食物からエネルギーを摂取しているわけではなく、酸素と反物質を対象滅させて、動力を賄っている。その戦闘能力は、驚異的で、重層部兵程度の改造人間は頭になっても、叶わず、まして人間では、パンチの一撃にさえ耐えられず、死に至る、実際、トレジャーハンターを素手で皆殺しにし、 クルジェフもパンチを腹に受けて死んでいる。破壊ダーの発展型であるミカエルには、機能面、性能面というスペックでは著しく劣るものの、突撃力や防御力、そして破壊力では、破壊ダーの方が勝っている。激光すると、周囲の物質や触れた物体を燃焼させる能力も、見せる。何かを思いやる気持ちや怒りの感情でその能力は、急激に上昇するため、 ポテンシャルは未知数である。気分が高揚すると、人間の脳髄のような電子頭脳が赤く発光する。また自己修復機能を有しており、破損部位は時間と共に修復される。原作の破壊ダーは、新一文字の口をして、角度次第で表情が変わるのに対し、本作の破壊ダーは口を絵の字に曲げ、歯がむき出しになるような造形になっており、明らかにフンドの行走である。 石森翔太郎変身ヒーローが週、アフター1975に本作のために描いた石森の破壊ダーのカラーイラストが掲載されている。そのイラストはオリジナル版とほぼ同じデザインであった。ジーザスタウン公安司令官。自我が芽生えたために廃棄された破壊ダーの代わりに開発されたロボットで出自としては破壊ダーの弟にあたる。軍事。 警察といった治安維持の一切を取り仕切る超高性能戦闘型ロボットである。破壊ダーの発展型であるために、スペック上では破壊ダーを遥かに上回り、最終決戦においてその能力が垣間見られる。破壊ダーのような人間形態に変わる機能はなく、ベースカラーも破壊ダーの黒と対照的に白色となっている。一人称は私、グルジェフの命令のみに従い、 彼の語る正義を信じて疑わない。犯罪者の自殺を阻止するなど、生命の大切さと尊さを理解している一方で、破壊ダーとの戦闘で生き残った重装部兵を戦って死ななかったという理由でその場で処刑するという残忍な一面を持ち。また、破壊ダーとの決戦では、破壊ダーショットを奪い、弾丸を抜いてから重心で殴りつけるという行為も平然と行う。 破壊ダーに対して、ライバル心的な感情を見せるなど、様々な顔を見せる。最終決戦において、破壊ダーとの激しい攻防を繰り広げ、敗北寸前まで追い詰めるが、怒りの感情により急速にスペックが上昇した。破壊ダーにより、右腕をアームショットで撃ち落とされ、エンジェルウィングを引きちぎられ、首を脊髄ごと引き抜かれ、破壊される。 ハカイダーによって首をもぎ取られて破れた後、グルジェフの所有していた小型戦車と合体し、ミカエル戦車となる。ミカエルの意識は消え、グルジェフの持つリモートコントローラーによってられている。形状をからして、小型戦車というよりも二足歩行戦車に近く、ミカエルの首を移植され、長い首を持った異形の怪物のように描かれている。ハカイダーをヘルズシザースで捉えて、 地面や壁に叩きつけたり、ヘルズキャノンで右腕を撃ち落としたりと追い詰めるも、最後は、アームショットに破れ爆発する、破片、頭部とヘルズキャノンの一部は、グルジェフのところへ飛び散り、頭部は、グルジェフ死亡後、意識を持って、私、は、まさヨシ、とセリフを繰り返した。ジーザスタウン元老院の総督。口では平和と市民への愛を歌っているが、 実際は存在で傲慢な性格の持ち主であり、市民のことも自分の意に従い続けるからこそ美しいと言ってはばからない。平和というのも自分に逆らうものを捉えて洗脳、あるいは抹殺によって成り立つ偽りの平和である。しかしながらジーザスタウンのほとんどの市民は彼の恐怖政治と偽りの平和とをおおむね受け入れている状態にあり、そのことを 自分の成し遂げた成果として強い闘水を覚えている。自分の支配力をさらに強めるために、破壊ダーを作らせたが制御できず廃棄し、新たに、ミカエルを作らせる。ミカエル戦車をも破壊され、拳銃も通用しない破壊ダーに惨めに狼狽する姿に、破壊ダーから殺す価値などないと見逃される。だが、懲りずに、ミカエル戦車にあった、ヘルズキャノンで破壊ダーを背中から撃とうとしたため、 彼のパンチを腹に受けて死亡するが、ゲーム版で復活を遂げる。元老院の親衛隊である、改造人間。ミカエルが指揮する。元は人間だったが頭脳と肉体を改造されており、自らの意志を持たない兵器と化している。劇中では、上から命令されただけ、と、破壊が命乞いをする描写がある。ただし、その後に、自分の意志を持たぬ者に生きている価値などないと、 一周されている。一定の周期で本部でエネルギーの補充が必要であるが、本部中数のコントロールユニットを破壊されると、ほとんどの個体が行動不能に陥る。二つのタイプがあり、寸胴な対抗した小隊長クラスとスマートな対抗した一般兵士クラスがある。反政府ゲリラが使用する武器でも倒せるほど脆弱であるが、その数による圧倒的な質量攻撃は、 効果的で、不意の攻撃とはいえ、破壊ダーを、機能停止に追いやる。ジーザスタウンを統括する、元老院転覆を企み、ゲリラ活動を行う集団。軍資金調達のために現金を強奪する際、破壊ダーと、遭遇、傷ついた破壊ダーを保護する。元老院転覆を謳うがその実、自らが新たな支配者として訓練しようと、企んでいる。そのために、 ハカイダーに、ミニキーと言われる。ハカイダーを、追う重武装兵にアジットを襲撃され、全滅させられる。元老院議長であるグルジェフが築き上げた、理想都市国家。分厚い隔壁で覆われた都市は、外界と完全に遮断され、一見、秩序に守られた、平和な街を装っている。しかしその実、重武装兵をはじめとした圧倒的な武力によって、グルジェフが、 ジーザスタウンの市民を支配している。グルジェフの執務室には、ジーザスタウンの情報を伝えるモニターが設置されており、市民は、グルジェフによって46時中、監視されている。劇中グルジェフは、ジーザスタウンが設立されてから3回目の記念日だと、発言する。ジーザスタウンは、グルジェフが議長を務める、元老院のも公安司令官であるミカエルが、国境警備隊、 元老院新兵隊、重武装兵、公安警察、ジーザススワットを指揮するという組織となってい、劇中では、グルジェフ以外の元老院議員、ジーザススワットは登場しない。ジーザスタウンを見下ろすようにそびえ立つ、元老院本部の中枢には、セキュリティユニット、重武装兵管理コントロールシステムが設けられている。厳重な警備によって守られている本部であるがこれが弱点となっており、 中枢部を破壊された場合、重武装兵の大半は行動不能に陥る、破壊ダーが原動員本部へ乗り込む、際の先制攻撃でやられる。原動員本部ビルは東京工科大学の研究棟が使用されている。ジーザスタウンの中には、仮面ライダー J に登場する怪人の手配書が貼ってある。1996年に発表された完全版。 126分の劇場未公開映像を追加して合成をやり直し通常版ではエンドロールに挿入されていた映像が本編に組み込まれているこれによって劇場版では唐突に出てきたセリフが自然な流れの中で出て来るように改善されたり登場人物の感情を理解しやすくなったりしているまたミカエル戦車との戦闘シーンでは新設定の武器 破壊法が登場している。音楽も一部で直しされており、主題歌は使われていない。2014年に東映チャンネルで放映された。4紙に掲載されたがすべて単行本未収録。人造人間破壊ダー、ラストジャッジメントマイナスというタイトルで、セガサターン用ゲームソフトとしてセガより1996年12月27日に発売された。 セガサターン用ガンコントローラー、バーチャガン対応のガンシューティングゲームで、アドベンチャーゲーム要素も多少ある。ストーリーは映画の続編になっており、井上俊樹が新たにストーリーを作成した。ラストジャッジメントという副題は、もともとは映画の副題として考えられていたもの。エンディングムービーの実写シーンは本ゲームのために取り下ろされており、当時、新進気鋭の新人女優、 秋元祐希が美人ダーの人間体で出演。グルジェフが破壊ダーに倒されてから10年後、ジーザスタウンの新たな支配者ギルに従うことを拒否した破壊ダーは四角ワルダーに破れ、右腕を奪われる。予備の右腕をつけた破壊ダーは、奪われた右腕と己の誇りを取り戻すために再び、ジーザスタウンへ向かう。破壊ダーは戦闘形態のみの登場。 予備の右腕には、アームショットが装備されていないため、破壊ダーショットのみで戦う。弾丸は4種類あり、それぞれ威力や一度に装填できる弾数が異なるた、状況によって使い分ける必要がある。破壊砲も使用できないがゲーム中では特に理由は、説明されていない。映画版の敵であるミカエルや、グルジェフが復活し、再び、破壊ダーと戦う。また、 プロフェッサーギル、ワルダー、ビジンダーなど、人造人間、キカイダー、キカイダーレイ一のキャラクターが定めを変えて登場。また、ギルハイカのロボットのネーミングパターンは、キカイダーに登場したダークロボットと同じである。映画からの再登場となったキャラクターは、原則映画と同じ役者が声を通しているが、グルジェフの声は、ミキシン一郎に変更されている。また、 ワルダーの声は、キカイダー01でワルダーを演じた、渡辺武史。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。